呉市出身の人気声優まちこさんが地産地消を推進するデリシャス大使として湯崎知事を訪問しました。 JA グループ広島の地産地消デリシャス大使に就任したのはアニメデリシャスパーティープリキュアの主題歌などを担当する声優のまちこさんです。呉市の農家出身で特には田植え機、稲刈り機の運転と農業声優としても知られています。昨日は湯崎知事に就任の挨拶をした後、県民の無病息災を願い、県産の肉や米、野菜などを贈呈しました。広島といえばの農畜産物の種類がもっともっとなんか多くなったら、広島県としても地産地消という面にしてもなんか嬉しいことになるのかなって思います。 JA 広島中央会は若い世代に影響力があるまちこさんとともに G7 広島サミットに向けて県産の農畜産物の魅力を広めたいとしています。